そんなバカな。嘘。いいよね。今後にもつながる。いや、来るんだよきっと。本当にアニメ化の話が。まずね、そこ。おお、よっしゃー。はい、あ、2票。接戦やん。やっぱ正義の味方もすごいね。これは。最初に失礼なことしたのこっちだから。およくやってくれた。わあ、よろしくお願いします。縛りは解けた。やったぜ。多分本当やろ予告。あの一瞬とかだけだと、今まで俺数々アニメ見てきてるから、妄想とか全然あったから。本当にああなるんだろ。で、前回考えたそのアニメ化の落とし穴、アニメに必要なのって、まずまあ商売としてグッズ展開、販促のしやすさ、クリアで、長期シリーズ化の可否、クリア。キャラデザの癖、クリア。最高のや大丈夫だと思う。で、あと漫画と違って一発で短時間絵だけで見て、わかる、こう、内容のわかりやすさ。ここ、結構大事だと思ってて。同時視聴してて。漫画からアニメのコンバートって意外と難しいのよ。でもそれも全然大丈夫。分かりやすい物語というか、でしょ。話作りでしょ。で、可愛いヒロイン、クリア。市町村の広さ、クリア。いいんじゃない？その息だ。まあもちろん悔しいだろうけどね。そりゃそうだよな。あんだけ単価切ったからな。だからライバルなんだよね、しっかり。何今の？四つ子？いやでもこっちが先に言うってことは、いや違うのかな。夢じゃないよ。本当かな。分かんない。アニメ
はいはいはい。あるよね。アニメ化の前にね。いやいやいや、そんな力抜くとこじゃないよ。それアニメ化を期待してたから いい話、本当に。違う魅力があるからできることが増えたんだよ。そうだよね。それでアニメ化の声優が決まるわけじゃないけど。そうなりやすい。見据えて、何？そうなるよね。変わることも全然あるし。あずきみほ。そう、三浦さんは知ってるけど、服部さんは知らないもんね。何も問題ないよな。どこに落とし穴があるの？やります。ついにその時が来た。もう前準備よ。せて、もうシンプルに俺。前回も思ったけど、メールも本当来やすくなったというか、2人の関係進んだよね。やかましいわ そうだね。ドラマ CD、特に悪い思い出もないけどな。たくさん聞いたわけじゃないけど。いや、そんなことはないけど。まあ、わかるよ。そう、一回やってみよう。好きなもの？ピース。だいぶいいとこの坊ちゃん。化粧品会社。なるほど。まあ状況は分かった これは自分の何かを見つけてほしいな。はい、見てました 気づいてなかったもんね
こりゃ嬉しいよな。ワンピースの尾田先生でも聞いたことあるよ。でも全く見つからないよ、どうしような。いいことやん。ノリに乗ってるやん。黄金期なんだよ、きっと。油断せず行こう。見据えて。そう、気は抜かずに。ってことじゃないの？これ絶対そうでしょ。原作が面白すぎて、難しすぎて、考えるのが。いくらでも出てくるんだもんね。これ、原作ストック、ほんと貯めてからアニメ化しないと追いついちゃう。長期ならさらに。もうそうなんだね。ドラマ CD も別の人が書くことあるんだ。そこ？ もう勝手にしろ。 ほんと、囚人の頭の良さがここで生きたなぁ。どんどん作れる。完全犯罪者。囚人も完成した。いや、絶対そうだって。兄よりはまずいって話。あの夜に。 動物ものか。あ、犬。好きな人多いと思う。なるほどね。本当適切なアドバイス。編集になれるんだよね、囚人もね。お、ノベライズ。ほうほうほう。誰？ライトノベル作家。ほうほう、じゃあ大丈夫か。囚人から見てどう？と来たら、そら期待しちゃうけど、言っといた方がいいんじゃない？そこまで思考が至ってないんだ。俺もだったけど。
は？アニメにならない？え、今はじゃなくて。そんなことはしてるよ。スポ。え、え、そっち？え、え、なんで？え、だってキーホルダーとかあったじゃん。あ、でもそれだけ？え？マジで？そんなのほっとけよって思っちゃうのはダメですか？前にね、編集長がその話してたけど、連載会議の時に、そうだね、まあ実行に移せちゃう。月画転生とか言って振ってるのと違うから。影分身の術とか、このまま行くしかないよ、 PCP は。ほんと完成形。落とし穴そっち？あ、こっちも話しとこう、しっかり。夢なのよ、アシロギブトなのよ。それそうなんですけども、6年前からずっと、よくない、共有しとこう、しっかり。絶対の夢なんです。それがゴールなのよ。そうだね。考えが甘かったのはこっちやな。むしろよく言ってくれたよ、服部さん。俺も考えつかなかった。もうあの会議で超えたと思ってたわ。そうだね。本来そうだね。本末転倒というか、身も蓋もねえけど。え、どうしよう。無理？そんなこと言い出したらやれそうな悪事が出てくる作品なんていっぱいあるぞ。え、いくつつったっけ？40つったっけ？え、待って、マジで。どうにもならんの？そんなバカな。嘘。まだちょっと止めとけ。派生作品？2本、そう。もう一本書いてみる？行く？いや、同じこと考えてんじゃない？ほんと編集だよね。すげえしっくりくる。
ああ、そういうのもありなのか。まあ、嬉しいよね。小難しい。町が生きている。甘いの。説教臭い。死んだ。いや、ジャック向きじゃない？こっちは。これが現実や。って言ってたね。おお、めっちゃ来てるやん。おお、やった。おかげさまで。なんでよ。やってみようよ。家のこと？手伝いじゃなくしゃいいんだよ。3回。最初のを持ってくる？それ見て判断しよう。ほんと囚人を編集と見立てればと思う。原案。まずい。どう？そもそも。マジで。オッケー。どうしよう。どうしよう。わ からない。いや、今ちょっと頭の中でシャッフルしてんだけど。いや、ダメだよ。足の義務とで、漫画を描いて、それを小豆が、でしょ？わからない。今もう風乗り気だったぞ、向こうは。いや、PCP は修正しちゃいけないんでしょ？俺もそう思うよ。そんなクレームくんの？知らんよ。そこは教育しろよ。編集部って大変なんだね、出版社って。バカバカしくね？その場合責任持てんわ。いや、ものにもよるけどさ、このレベルは、自信を持て。また平丸し、ここ進展すんの結局。微妙な顔してるけどサムネ。 断る理由がないよね、今のところ。あ、いや、だから、もう言うしかなくない？今この場で最高が、いや、もう一本やりたいんですって。
そうしないと止めようがないでしょ。いや、じゃあ OK 出したとしたらどうなる。え、だから分かんないんだってば。分かんないんだってば。最高だけじゃ書けないでしょ。いや、昔はねそう思ったこともあったけども、もうここまで来たら足を義務とは足を義務とでしょ。どうしよう、最高。いや、さすがにここでめっちゃ時間が飛ぶとかないでしょ、30、40まで。アニメか。いや、するよね、そもそも。え、これファイナルシーズンだよね、大丈夫だよね。俺そこすら、え、ちょっと甘かった。いや、バッドエンドじゃねえだろ。俺たちの戦いはこっ体エンドじゃないよね。ちょっと検討はしてみるって、なんかここ最近ずっとこればっか言ってない。考えてみるみたいな、出ないと思うけどみたいな、で出ないと思う、何も出ないと思う。くそ、うーん、でもとりあえずちょっと一日休むわ。じゃあ理解しておきます。次回第5話ステップとウォッチでお会いしましょう。